これより広島市立藤の木小学校の成果報告を始めます。私は初任から数えて4年目の勤務になります、情報教育を担当しております田中と申します。よろしくお願いします。本校は東京学芸大学高橋先生をアドバイザーとしてこのようなテーマで研究を進めてまいりました。本校はステージ4の恵まれた ICT 環境にあります。その ICT 環境整備、ICT 活用が広がっていくためには、恵まれた環境にある私たちが ICT を児童の学びのために役立つ道具として活用し、それを見せていく必要があると考え、研究を進めました。研究主題の副題にもありました通り、各活動に本校は重点を置いて取り組んでいます。その背景として3つ挙げられます。まず1つ目に実践の課題です。これまでタブレットパソコンを活用したときにノートに何も書いていなかったというような体験がありました。そこから ICT とノートは併用すべきでありノートにも書くべきというように考えるようになりました。2点目に教員の課題です。私含め若手教員が増加してきたことによりノート指導など基本的な指導スキルを身につけさせる必要が生まれてきました。3つ目に児童の課題です。全国学習状況調査において各能力に関する設問の平均正答率が全国の平均正答率を下回っていました。これらのことから平成27年度から各活動に重点を置いて取り組んでいきました。この研究の中で研究としての各活動の定義、位置づけ、具体化が必要であり各活動と ICT 活用を関連づけて主体的、対話的で深い学びの実現を目指し研究を進めてまいりました。ここからは取り組み内容について発表します。まず各活動を定義しました。各活動は考える活動で能動的な活動です。また児童の主体的な学びにつながるものでもあります。具体的に考えると書いています通りあらゆる活動を含みます。そこでひらがなで書く活動というふうに表現をしました。次に各活動に役立つスキルを具体化しました。各活動を進めていく中で児童からどのように書いていいのかわからないですとか書き方がわからないといったような実態がありました。そのため各活動に役立つスキルが必要であるというふうに考えて順にこのように整理改善をしていき最後は身につけよう書くスキル11として児童に明示をしました。またこのスキルを鍛える時間をスキルアップタイムとして朝の帯時間に位置づけました。さらに学習過程モデルを更新しました。それまで本校には授業過程モデルというものがありましたがモデルの軸を学習者である児童に移しました。それにより授業から学習へと更新して探究の学習過程を基本としてそれぞれの段階に各活動を位置づけました。この授業過程を表現、授業過程と表現していた今までの研究テーマ、当初の研究テーマなんですけれども、この時点から学習過程というふうに考えて進めています。こちらがその各活動を位置づけた学習過程モデルです。皆さんご存知の通り、探究の学習過程とは、課題の設定、情報収集、整理分析、まとめ表現の学習過程のことです。これらの取り組みをもとに授業実践を行い、各活動実践シートや実践記録としてまとめました。まとめるにあたっては、どのような各活動、ICT 活用を行ったか、主体的、対話的で深い学びは実現できたかを明確にするようにしました。こちらがその実践記録のうちの一つです。ここからは実際に授業実践を2つ紹介します。1つ目は資料があるのでご覧になっていただければと思います。6年生の社会科、新しい日本、平和な日本という単元です。本時においてタブレットパソコン上の資料をもとに個人で情報収集しノートに書き出します。それを班で整理分析してホワイトボードにまとめました。 ICT 活用としてはジグソー学習の方法で行ったために A、B それぞれ2種類のシートを作りました。また提示する情報を制限するためにタブレット上に作っています。整理した考えを前で発表し学級全体でまとめを行いました。次に3年生の算数科の実践です。こちらは資料にないかと思うので前をご覧ください。分数の単元で分数の足し算の仕方を図、式、言葉で考えようという目当てで行いました。本次ではタブレットパソコン上の単位分数の操作をもとに情報収集を行い分数の足し算の仕方について液量図や数直線を用いて自分の考えをノートに書きました。
ICT 活用として実物投影機を使って実際の問題場面を再現することで、どの児童も問題場面を把握し課題に取り組めるようにしました。また個人指導の場面では、このように実際に動くシートでやり直しながら考えることのできるデジタルワークシートを作り、適用問題の場面では青いところを押すと答えが出てくる、問題番号を押すとヒントシートとして単位分数を動かすシートが出てくるといったシートですとか、どんどん問題が解けるように、答えを押すと答え合わせが自分でできて、さらに次の問題を押すとランダムに問題が出てくるようなワークシートを作り、70問あるんですが、その問題を自分のペースで解くことができるようにして理解を深めました。こちらがその実際の様子です。まとめの後にこのようにタブレットパソコンを使って、自分のペースに応じて解く時間を取りました。その後再度学級全体でまとめを行うことで、同分母同士の足し算も整数の足し算として考えることができるという数学的な見方、考え方を持ってまとめることができました。ここからは成果についてです。まずは各活動、各スキルの取り組みです。学校全体で各スキルを具体化できたことが教師の指導の見通しにつながり、新たに赴任した先生方にも受け入れられました。また児童は進んで各スキルを使って書くようになり、図や絵を使って書くことが増えました。児童自身がタブレットパソコンは主として情報収集で、ノートは整理分析で使うという使い分けを意識するようになりました。各スキルのアンケートです。情報収集のスキルは全学年で身につけてつき始めており、整理分析は低学年に難しさがあり、まとめ表現はばらつきであるため学年に応じたスキルを鍛えていく必要があると分かりました。次に ICT 活用についてです。情報収集ではタブレットパソコン、整理分析ではノート、普段のまとめ表現ではノートですけれども、成果物やプレゼン作成にはタブレットパソコンが有効であると分かりました。そしてやはり ICT は単なる道具であり、児童の学びの道具として活用するには、どんな情報を示すか吟味するというような教材研究や、情報収集のスキルを日常的に鍛えるというような指導こそが重要であると分かりました。主体的、対話的で深い学びについてです。主体的、対話的で深い学びの実現のためには、情報収集、整理分析、まとめ表現といった学び方のスキルを通して鍛えていく必要があり、今後はそのための ICT 活用、鍛えるべき ICT スキルを追求していきたいと考えています。学校情報化診断システムから見た成果です。各活動充実のためにスキルを定めて実践したことにより、各教科においても情報収集、整理分析、まとめ表現を意識して指導ができるようになり、情報教育のレベルが上がりました。今後の展開です。今年度はパナソニック教育財団様より第44回実践研究助成校として助成をいただき、2年間の取り組みが新学習要領で全ての基盤とされている情報活用能力に当たると評価し、このような研究主題のもと研究を継続しています。具体的な取り組みとして3つあります。一つ目に、学習過程の型をスキルとして身につけるために、国語科にロングスキルアップタイムを位置づけて単元開発を行っています。二つ目に、スキルアップタイムを継続し、身につけよう各スキル11の中から鍛えるスキルを取り立て、それに応じた教材を開発しています。三つ目に、日常の授業の中でも課題設定、情報収集、整理分析、まとめ表現を明示しながら展開をしています。今年度の日程ですけれども、11月30日に東京学芸大学高橋先生をお招きして公開研究会を行う予定です。皆様ぜひお越しください。今回研究の取り組みの成果をもとに、新たな視点を持って研究を継続できることが学校として大きな学びとなりました。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。